ーどうもクラスです。さあ今回はですね、キング&プリンスさんのバンス、こちらのアルティメット解説をやっていきます。今回お話ししていく内容はこちらになっております。はい、この企画はですね、プロダンサーの目線でアーティストさんのダンスやパフォーマンスのここがすごいというポイントをお伝えする内容になっております。面白いと思った方はチャンネル登録していただけたら幸いです。それでは早速始めていきましょう。レッツゴー。さあということで、極上のおしゃれが降臨しましたよ皆さん。何このかっこよさ。振り付けも素敵だし、曲自体はね新しくないみたいなんですけども、2年前ぐらいの曲なのかな。なんかね、昔僕ね音楽番組で見たような披露されていた気がするんですよ。気のせいなのかな、間違いかもしれないんですが、もし知ってる方いたらね教えてください。さあ今回もですね、厳選してすごいところ、見てほしいところ解説していきたいと思います。1点目はですね、引っ張りバランス、このお話をしていきたいと思います。まずは映像ですね、一緒に見ていきましょう。さあこのね、引っ張りというテクニックがですね分かるところ、まず1点目はこちらですね。この後のステップです。ここ、はい、まずここなんですよ。この腰っていうのは足を流しながら腰を上に持ち上げてるんですね。他にも分かりやすいところで言うと、この続きなんですけども、わお、ここもそうですよね。上半身は前に出てお尻は引いている、あとはね、フロア、床に入ったところもこれが分かりやすくてですね、ちょっと飛ぶんですけども、34秒あたりですね、これここの部分なんですよ。体重が乗っている方の腰っていうのを絞って逆の胸を持ち上げる。今3つ見ていただきましたけども、全てに共通すること、引っ張り合いというテクニックなんです。これどういうものかというと、例えば胸をこちら側に引っ張るのと同時に対角線にある腰は反対の方向に引っ張る、つまりこういうことですね。プラス中心の軸はぶれないようにというものなんですけども、これが使えると動きも大きくなりますし、何よりバランスが綺麗だよねと。ここら辺はテクニックなんですけども、体の使い方の部分、基礎寄りのテクニックなので、これほどの精度ということは基礎力の高さっていうのを示していますよね。今の引っ張り合いの話からは外れちゃうんですけども、基礎力っていうところで言うと、ここら辺がね分かりやすいんですけど、ここそうなんですよ。ここも回りたい方向とは逆に上半身をスタンバイさせているっていうのが分かると思います。つまりこっち側に回るんですけど、体はこっち側にいますよね。はい、これを行っておくことによってターンをきれいに回ります。あれ、ちょっと待ってください、今カイト君首回してませんでした？もう一回いいですか、くるん回してるね。すぐそうやってテク出すんだから、もうね、かわいいね、思わず出しちゃったのかなね、多分そうだと思いますけども、はい、ちょっとね話が脱線しちゃったんですけども、今お話ししたターンの準備だったりとか、最初にお話しさせていただいた引っ張り合いとか、こういう精度の高い基礎寄りのテクニック、これがねかっこいいキンプリダンスを支えているんだぞということをちょっと皆さんに知ってもらいたくて、こちらを載せさせていただきました。はい、1点目はですね、引っ張りバランス、こちらを載せさせていただきました。はい、2点目はですね、いろいろバウンス、このお話ししていきたいと思います。まずは映像ですね、見ていきましょう。サビの後半部分ですね、いきますよ、ドーンドーン、この後タッタッタッタ、ヘイ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 、うまいですね。まあバウンス、直訳すると跳ね返るっていうことなんですけども、後半部分、サビの後半部分っていうのは特にそれを意識した作りになってます。まず今のシーンで言うと、軸になってる足、僕ら側から見ると右足ですね、足を引き寄せて踏む、2回目も同様に踏む、この右足の踏みがバンスバンス、こういう跳ね返りを生んでいる、足裏バンス。次はねまた違ったところで、バウンスしてます。はい、映像見ていきますよ、いきますよ、ここね、はい、次は腰バウンスですね。腰が前に当ててから後ろに行くまでを素早くする緩急と、
星を前後に動かす時間を少しじっくりめに、撮ることで跳ね返りの印象を強くしている。この辺のアイソレと時間の使い方はキンプリさんさすがですよね。この振り付けは跳ね返りを見せたいからこうしようっていう体の計算式がちゃんとできている、うん、最後はですねこちらですね。この後ですねここ、はい、柔らか膝バウンス、ここはですね体の柔らかい使い方っていうのも素晴らしい点なんですけども、一番は手を振り下ろしてくる力と今言ったバウンスのギャップですね。振り下ろしの力を強く見せることでこの柔らかさっていうのが波紋のように広がって音と混ざり合っていく、ここの力加減の調整が特に素晴らしいなと、うん、僕は感じました。跳ね返りをいろいろな見せ方とテクニックで踊っている、1点目でお話しさせていただきました基礎力っていうのももちろん土台としてあるので、もう隙がないんですよね、うん、めちゃくちゃかっこいい。はい、2点目はですねいろいろな見せ方で踊る、跳ね返りの表現がすごいぞということでいろいろバウンス、こちらを載せさせていただきました。さあ最後はですねどこを選ぼうかめちゃくちゃ悩みました。間の踊りもすごいかっこいいところたくさんあったんですけども、サビ前半ここを選ばせていただきました。彼らのですね音に対する反応瞬発力、これはまるで獲物を狩る肉食動物、音という獲物を絶対に逃がさない、そして音という獲物の食べ方っていうのをいろんな形で見せてくれるっていうのがキンプリダンスの魅力の一つなんですよ。これが前半部分で特に分かりやすいなと思ったので音を狩ると題しまして映像を順々に見ていきましょう。はい、まずはですねここ行きますよ、来た、浮いてからのおお、はい、サビの前半って踊る抜くプラス緩急、これを基本的には交互に繰り返している構成になっているんですけども、このバリエーションがですねまあ豊富なんですよ。まずはキレよく踊って抜いて緩急ですね。でこの後動き出して止まってから動き出すっていう緩急、そして上半身体全体は止めて手だけを動かすっていう緩急、今見ていただいた通り同じ抜きプラス緩急でもバリエーションが豊富で見せ方っていうのが違うんですよね。はい、続きも見ていきましょう。まずは力強くはめていきます。その後に腰の横回転で見せて縦の緩急、はい、じっくり腰を上げる形ですね。なんかもう解説というか実況寄りになってきましたけども大丈夫でしょうか。はい、最後見ていきましょう。まずは抜きプラス緩急を出して最後に手を前に差し出して緩急、はい、こういうことなんですよね。まあ近しいものもありましたけども、いろんな形の抜きプラス緩急っていうのを見せてくれていますよね。やっぱり同じ形のものが続くと飽きにつながってしまう可能性っていうのはやっぱりありますので、バリエーション豊富に、ただこれは最初に言いました音に対する反応と瞬発力がないとここでこう動く、これぐらいの時間をかけて見せるみたいなことはできないので、これを全員やってのけているっていうのはねすごいなと感じました。最後はキンプリダンスの魅力と凄さが分かるシーンということで音を狩る、こちらを載せさせていただきました。はい、ということでキング&プリンスさんのバウンスアルティメット解説いかがだったでしょうか。前にも言ったんですけども、僕ねキンプリさんのダンプラスタイル好きなんですよ。定点カメラで靴の音とか聞こえたりとかいいですよね。またねキンプリさんが動画上げた際には彼らのダンスの凄さや魅力が伝わる解説をさせていただこうと思っておりますので、応援していただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。はい、今後もですねこのチャンネルではアルティメット解説どんどん出していきたいと思います。今回見て面白かったよという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で See you next time.